おはようございます。ジャン君、トイレからスタートです。真剣です。真剣な顔しています。ジャン君は真剣な顔するよね。はいはいよ。全然もう砂をかけるとかそういうのは気持ちがないのね。かけるだけもあるね。ジャン君おはよう。ポンちゃんおはよう。おはよう。ポンちゃん、ポンちゃんおはよう。ちょっと見えた。おはようございます。ポンちゃんポンちゃんおはよう。ポンちゃん、はい、ちょっと商工会議所まで行ってくるのでお待ちくださいね。ジャン君のことをよろしくお願いしますね。ジャン君は寂しがりなので、なんか面白いことを言ってあげてくださいね。うん、うんって言った。本当、できるだけでいいからね。頼みます。はい、これがこの準備です。そしてこのカメラで撮りますよ。映ってるかな。著作権の問題でペチカとこの道、この道っていう曲だったかなの2曲が流れます。あとはポンちゃん、ジャン君って呼ぶ声が流れる予定です。はい、じゃんくん、おいで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 、
ポンちゃん、ポンちゃん元気？ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。ジャック、ジャック、ジャック泣かないで。ジャック。電車が壊れました。よいしょ。なんでいつもこういうことになるかな。違うかな。気づいてメガネを持ってきてくれたりはしないよね。ということは自転車を諦めるとバスかな。ジャンク、ポンちゃん。
ゃん、ジャン君。はい、大変な大騒ぎにしながら出てきましたけれども、さあ出かけようという時になったら自転車のタイヤがまた壊れました。同じところが壊れたので直し方は分かるんですが、パーツのしまい場所が分からず、慌てて早歩きとバスで到着です。多分ピッてやって出るときにすいませんチャージお願いしますって言えば、ああチャージしてそれで払えると思います。チケットでいいです、うん、そして商工会議所からの帰りですが小雨降ってます。ピクミンの餌はいっぱい取れました。ただいま、ただいま帰りました。はい、待ってましたか。寝てた感じがするけどそうでもない、うん、はい